石川の方に。そうです、そうです。今一度ここだと思えたんですけど。取材できるんだよ。あの、中学校で、酒のクラスをやるんで。ちょっと待って、俺になりましたので、そろそろ始めたいと思います。ストップ TPP 官邸前アクション、今月1で第1火曜日この時間に、ここでやっていますが、毎週やっていた時期も含めると今日で11回目になります。で、まあ、続けるということはすごいことだなと春夏秋冬をこの場で、感じておりますが、司会をやります内田と言います。よろしくお願いします。はい、今日も今日は少し暖かいですけれども、まだまだ寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。で、まだ集まりがちょっと良くないですけど、これから続々といらっしゃると思います。で、TPP をめぐる状況ですけれども、年末に総選挙がありまして、自民党が政権に
再び復帰して、それから組閣なども行われ、ちょうど先月末国会も始まりました。でその中でですね、TPP をめぐってはあんまりこう激しい議論になっていないという印象を皆さんお持ちかもしれませんが、どうでしょうか。あまり新聞市場でも、まあ話題といえば強い経済とかですね、アベノミクスとかですね、まあ、そういうことばかりで、TPP ということ自体は選挙の争点になっていたにもかかわらず、あまり実は報道されてないように思います。でしかしながらですね、いくつかの動きがあると思っています。で一つはですね、自民党の中にも TPP に反対をする、議員というのはそれなりにいまして、で一つデータとしては毎回私たち張り出しておりますが、選挙後全衆議院議員参議院議員の全ての、議員の賛成反対の態度をですね、こうして表認していますので、見ていていただきたいと思います。で、自民党内にはTPP 参加への即時撤回を求める会というのが選挙の前からありまして、選挙前は120名ほどだったんですが、まあ、大量に自民党議員が増えましたので一気に、加盟数が増えて、最新の人数でいうと209名、国会記者会館、つまり80名ほどですね、80名以上増えているんですね。で当然、全全ての自民党議員の過半数を超えています。でこれ自体はですね、まあ、とりあえずは TPP に反対する立場の我々からすれば喜ばしいことではあります。で、党内でももっともっとこの即時撤回を求める会のメンバーを増やそうというふうに話して、取り組みがされていると聞いています。でしかしながらですね、気になる動きもいくつかありまして、まずは皆さん組閣 の人事いろいろご覧になっていると思いますし、1月の時にも指摘しましたが、主要な人事を見ているとですね、これは必ずしも TPP に、消極的ないしは反対とは全然言えないという顔ぶれが目立ちます。で最近発足したですね、例えば日本経済再生本部という、ここが今後直接 TPP の問題なんかも話していくわけですけども、例えばそういうところであったり、それからまあ財政諮問会議であったり、そういうところにはですね、かつての小泉構造内閣改革を牽引した竹中平蔵さんですとか、まあ、大企業のトップずらっと並んでますし、TPP 推進派の議員、研究者という人たちもいます。で、同時に財界も TPP 参加に向けて非常に強いプレッシャーを年明けからかけています。例えば経団連経済同友会等の経済団体は、記者会見などを開きましてですね、選挙が終わって TPP に参加しない、例外なき関税前提とする限り参加はしないと言って自民党は勝ったにもかかわらずですね、そんなことは聞いてないと言わんばかりに、とにかく早期、TPP の参加を求めるという声明も経団連米倉会長ですとか、発表しています。でこうしたつまり、自民党はですね、TPP には慎重にすると言って選挙に勝ったわけですね。しかしながら財界やそれからアメリカからも相当のプレッシャーはこれまでと同じようにかかっているというふうに私たちは見ていて、そうした圧力の、まあ、板挟みになっているというかですね、ここが相当その党内でも攻防があるでしょうし、議員の中にも、反対派増えてますが、推進派というのはやはり決定する権力を持っている側ですので、そこと の厳しい戦いが実は党内でもあるという情勢だと思います。で、まあ、他の党は何してんねんって感じなんですけども、まあ、特に民主党の議員の方々はですね、私たちとも一緒に反対をしてきたような方は実は
TPP 反対の民主党議員だった方は多くの方が、落選をしてしまっているわけなんですけども、ただ民主党の中にも慎重に考える会というような組織もあるので、そこは今後野党として、むしろ私たちとしては、野党になったからこそっていうんですかね、やっぱりこういう運動の側と連携をしながら反対を進めていってほしいなというふうに思っています。はい、それではですね、なんかすみません、あっという間にたくさんの方が私のちょっと暗くて見えませんがお越しいただきましてありがとうございます。そしたらですね、今日もいろんな方にお話をいただきたいと思うんですが、関さんちょっといいですか。すいません、トップバッターで私たちの運動の仲間なんですが、拓殖大という大学で特にダムの開発の問題ですとか、環境ですとかそういったことを教えていらっしゃる関さんという方です。今日初めて11回目なのですが、どうして10回も来てくれなかったんですかそうです、ありがとうございます。じゃあ突然ですいませんが、すいません、関と申します。学期中なかなか来れなかったんですけど、試験が終わって学期休みに入りましたので、初めて参加させていただきました。突然指名されて何を喋ればいいかという感じなんですけど、つい最近本出しまして、自由貿易神話解体新書という本を出して、でも TPP どころか自由貿易そのものが根本的に間違っているという、本出しまして、サブタイトルが関税こそが雇用と食と環境を守るという本です。マイナーの出版社から出てほとんど売れないんで、本屋行ってもなかなか置いてないという、よっぽどでっかい本屋行けば置いてありますので、もしよろしかったらぜひ皆さん買ってくださると、はい。で自由貿易が失業を増やす、食の安全性を脅かすってことは皆さんもよく、言われて、もう周知の事実になってきて、ここにいる方は全て賛同してくださるんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ、私はもともと農学部で熱帯林の研究してた人間なんです。で、自由貿易に反対する運動をなぜ始めたのかって、学生時代から始めたんですけれども、でそのところちょうど WTO のウルグアイラウンドが佳境な時 で地球サミットだのリオデジャネイロで地球環境保全だの言いながら、生物多様性とか言いながら、ウルグアイラウンドなんてやったら地球環境の生物多様性滅び去るぞと私はその時学生の頃言ってまして、ね、で熱帯林の研究やってたので、熱帯林破壊の現場見たら、ブラジルではアマゾンは大豆のプランテーション、大豆農園でほとんどアマゾンの熱帯林というのは消えてってるわけで、インドネシア行ったら熱帯林破壊の原因何かって言ったら、アブラヤシのプランテーションで熱帯林が消えてっているわけで、トラやオランウータンも絶滅寸前と。でこの間ネイチャーという雑誌がありましたけれども、昨年出たばっかりの論文で、生物動物の絶滅の原因の 30% は国際貿易に起因すると。でこれ輸出国側だけ のリサーチから言ってるんですけど、生物が動物種が絶滅する最大の原因っていうのは、今熱帯林が消えていってることによって生物多様性の宝庫である熱帯林 の生命の不要力が消えていってる。その原因何かって言ったら、アマゾンでは大豆ですし、インドネシアでは油ヤシです。で誰が輸入してるのって言ったら、例えば最近急激に輸入している国は中国でありインドでありなんですけれども、じゃインドがなんでブラジルから大豆を輸入するのかって言ったら、中国がなんでブラジルから大豆を輸入するのかって言ったら、中国で生産できないのかって言ったら、そんなこと全然ないです。中国の大豆農家はブラジルの安い、大豆に負けてですね、離農して耕作放棄地になって都市に労働者として流れ込んできて、中国の大豆農家の平均経営面積は 0.5 ヘクタールから 1ヘクタールくらいです。でブラジルのアマゾンで熱帯林を切り開いて大豆作ってる人がどのくらい、経営面積持ってるかって言ったら500ヘクタールとか700ヘクタールですから、 0.5 ヘクタールの農家と500ヘクタールの大豆農家がですね、競争してまともな競争に成り立つのかって言ったら、成り立つわけが初めからないんです。こんな環境破壊をして生物の多様性を滅ぼして 動植物を絶滅させながら、中国の農家は苦しみ、ブラジルの熱帯林は消え、誰が一体得してるのかって言ったら、カーキルだったりモンサントだったり、本当に 1% の人々が環境と 99% の人々を犠牲にしながら 1% の人間は声太っている。というお話で、
まあ、喋り始めるともう30分でも40分でも喋っちゃうんですけれども、あまり喋ると品種を買いますので、このくらいに。だからまあ熱帯林の研究してきた私の目から見て、この1点だけでももう許せない。ということで、はい、だからこの問題、ぜひ、誰も否定できないですし、ネイチャーに論文まで載ってるんですよね。動物の絶滅の 30% は国際分岐、です。なので、雇用の問題もあるし、食の安全性の問題も強調、すべきなんですけど、この熱帯林とかですね、砂漠化を進めてしまうとか、こういった環境面の問題というのも、大きいですので、ぜひいろんな声から、あちこちの方面からもう全くいいことない、ということを声を上げていければなと思います。以上です。すいません、急にありがとうございます。本当におっしゃったような点というのは TPP の問題の中でもあまり実は指摘されてない部分ですので、本当にもっと情報を発信していかなきゃなと思います。それではですね、だんだん皆さん寒いなと、始まってまだ10分か15分しかなってないですけど思い始めてると思うので、コールをやりましょう。大きな声を出して、首相官邸の住人は変わりましたので、今のところ、関税撤廃前提する限り入らないと言っている首相にですね、絶対にそれを守れというふうに私たちは言っていかなきゃいけません。はい、ではお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。なんか国防費がどうのとか言って、なんかオスプレイだの、なんかこういろいろ戦闘機買うだのを言ってますけれども、でも食料自給率が今 39% が13% になって、どうやって国防をやるんですかって本当に言いたいんです。そんな戦闘機買ってる暇があったら、まず日本の食料自給率を上げましょうっていうことを一番やんなきゃいけないと思いますっていう思いを込めて、じゃあお願いします。子供の未来に TPP はいらない。本当に皆勤賞で大感謝でございます。ありがとうございます。
ストップ TPP 官邸前アクションに今日もご参加の皆さんご苦労様です。だいぶ寒くなってきましたけれども元気いっぱいやっていきましょう。安倍政権に代わりまして1月28日から国会が開かれております。本格的な論戦も始まっていきます。実は始まる前に先立って農林水産委員会が閉会中に開かれました。24日です。でこの時に私初めて今度の新しい農水大臣林芳正農水大臣と論戦をいたしました。で彼も自民党のあの約束事を作った人でもあります。でマスコミからいろいろ聞かれてインタビューに答えたのは TPP というのは貸切バスであると。で貸切バス、まあ、3カ国が乗り込むわけですけれども日本が乗らなければバスは出発しないということをマスコミの皆さんに答えていたわけです。その意味するところは焦って乗らなくても十分確認してからでいいんだという意味だと本人は言ってるんですけれども、で私はそのことについてということはいずれは今すぐじゃなくてもいずれはあなたも乗っていくつもりですかというふうに聞きました。そしたらですね、例が良くなかったと言って反省しているということを言いました。しかし皆さん今安倍内閣安倍総理そして閣僚のこの間の一連の発言の変遷を見てみるとどうかということでちょっと読みます。まずはですね去年11月の21日自民党の選挙公約では聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加には反対する。これが11月21日。で次にですね12月25日、これは自公連立政権ができました。その政権合意の中では国益にかなう最善の道を進めるというふうに表現をしています。で次に、12月26日翌日ですけれども情勢を分析しながら総合的に検討していくというふうに記者会見で総理が述べました。そしてその次今年に入ってから1月29日に日本テレビの番組で、参議院選挙の前に方向性を示していきたいというふうに言いました。まあ、これに対してまたずっとみんなからですねいろいろつつかれたってこともあるんですけれども、でその後1月31日に判断時期は現時点では決めていない、公約に明記した通り、聖域なき関税撤廃を前提にする限り参加しないというふうにまたこう言っているわけです。で最近ですね言ってるのは、米国に対して例外を認めるように要請をしようと、まあ、例外なき関税撤廃が原則というのが TPP なんですけども例外を認めさせるように要請しようとこういう今スタンスに立っているわけです。それで、これ例外を認めさせればいいのかっていう話なんですね。どこからどこまでをその認めさせるのかと、米なのかそれ以外なのか、これもいろいろ問題があります。で結局のところでも入ってしまうということはそこから先はもういろいろ条件は入ってしまえば交渉の時に突きつけられることになって逃れようがなくなるということになるのは目に見えているんじゃないかと思います。私たちは最初からですね条件付き反対は条件付き賛成と同じだというふうに言ってきたわけですけれども、これはやっぱり断固ですね反対という立場を貫いてこれからも取り組んでいきたいと思います。一層皆さん大きな声を上げて TPP 参加阻止ということで頑張っていこうじゃありませんか。よろしくお願いします。はい、加藤さんありがとうございました。それではですね、今日何回か1分スピーチコーナーをやりたいと思うのですが第1回目、10分ぐらい時間を取りたいと思います。今日ご参加の方で、これだけは言いたいという方ぜひここでアピールをしていただきたいと思います。お
皆さんこんばんは、平良子と申します。ここでスピーチするのは3回目ですが、やっぱり緊張してます。私改めていろいろこの TPP について考えたんですけど、今野菜は近所の八百屋さんで買うようにしてるんです。やっぱり美味しい野菜が買えるから、じゃがいもも人参もほうれん草も八百屋さんで買ってると。この間はちょっと寒くなったから生姜を買ったんですけど、本当にねみずみずしい生姜で真っ黄色ですごい美味しい生姜だったんです。生姜だけど、はい、本当に感動したんですけど、考えたら本当 TPP 進められたらこの美味しい生姜も食べられなくなるかもしれないと。だってこの間もあの牛肉の BSE の規制緩和されちゃったじゃないですか。 TPP も入ってないのに30ヶ月の牛肉輸入 OK と。でびっくりしたのが、それ決まったら今度は国産の牛肉も31ヶ月からの検査になっちゃった。21ヶ月からだったのにっていう風に緩められちゃった。本当にそうやって既成事実としてどんどん私たちの食の安全が脅かされていて、それを加速させるのが TPP なんだなっていうのを今実感してます。安倍首相は今度の訪米の時には TPP 参加表明しないとは言ってるそうですけど、こうやって既成事実を積み重ねていって、果ては TPP 参加なんてことするんだったらそれは絶対に許せない。必ず公約に掲げたんであれば確実に TPP は参加させないと明言するべきだし、そういう圧力を私たちがかけていかなきゃいけないなって今決意してます。なので私も参加絶対阻止のため声上げ続けます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。では他の方いかがでしょうか。ごめんなさい、さっき一緒に同時にほぼ手を挙げてくれた。もう少し遅い時間になったらいろんな人が言ってくれ喋ってくれるんじゃないかと思って今のうちは僕は喋ります。前回ここで来た時にもちょっと行って原発の、集まりのところでは行ったりしたこともあったんで聞いたことある人はまあまだです、すみません。去年の暮れに、暮れ近くっていうか12月に、選挙があって、でいろんな人の応援とか行って、それでいろんな人と会う機会が増えました。でビラとか配ってると本当に街行く人がいろんなこと知らない、原発がないと電気が足りなくなるとかそういうことも知らないし、もちろん TPP の T の字も知らない人が多いっていうことは本当に痛感して、で少しでも僕も原発の報道でいろんな集会とかデモとか行くようになってたけども、それだけじゃダメだなと思って、もっと僕のぐらいの理解の本当に低いものでも、でも知ってるんだったら知ってることをできるだけ話していかなきゃと思って、少しでも皆さんいろんなことを考えてやりましょうみたいなことを言いました。で、言ってるだけじゃダメだと思ったんで、始めました。で、街に立って喋るのを一人で始めました。僕は、とはいってまだ何回しかやれてないんだけど、音楽が好きなんで、3分歌を歌って5分話すみたいなことを2時間ぐらいやるっていうのを始めました。で、やっぱり世間の数は少なくて、ほとんどはただ通り過ぎていくだけです。でも中にはもうほとんど 99.99% は通り過ぎていくだけですけど、たまに止まってくれたり、中には話しかけてくれる人もいたりします。で、やっぱりこういうところに集まって、もちろんその抗議の声を上げ続けることっていうのはとっても重要だし、それがメインっていうかな、行動の基本だと思うんですけど、何しろ本当に僕らはっていうかな、多くの人が知って、そういう人たちを味方につけていかないと本当に動くも動かないと思うし、この間の選挙の二の前にまたなっちゃうと思うんで、とにかく例えば TPP に関して言うと本当にその名前自体も知らないし、知ってても本当にそれこそ農場のことだけだと思ってる人も多いし、国民開発権が壊れるとか、あるいは雇用に影響が出るとか、もう全然知らないわけですよ。でそういうことを少しでも本当に、別に喋らなくてもいいと思う、プラカードを持って街に立つだけでもいいと思うし、行き帰りの出勤時間で帰ってくる時とかに電車の中で持ってるとかだけでもいいと思うし、別に僕がやったみたいに歌う必要は全然ないと思うんだけど、どんなやり方でもいいと思うんです。だけどそれぞれの形のいろんな工夫をして
まあ、敵はっていうか推進したい側は本当にお金もたくさん持っていて、やるためのいわゆるマスコミュニケーションをたくさん持っていて、知らせる方法は死ぬほどあるわけです。で、僕らができるっていうと本当にそれぞれ一人一人が困になって動くしかないんですよ。で、そうしないとだから本当に街行く広告塔になって僕らがやっていかないと本当にそれを押しとどめたい方の本当に思いつくことが絶対勝てませんから、それぞれの本当に思いついたことを何でもやってやっていく必要があると思います。原発のことでよくいろんな行動しているメグさんっていうおかまの方がいらっしゃるんですが、その人が言ってたあれで恥ずかしがるな、恥ずかしがるのが一番敵だっていうようなことをおっしゃってるんです。本当そうだと思う。みんなちょっと思ってもなぜやらないかっていうと恥ずかしいからだと思うんですよ。もうでもね、世の中の状況は本当に変な、僕みたいな変なおじさんやおばさんが街の中でもうやむにやまれず喋り出すみたいなことがあってもおかしくない状況だと思うんです。なんで何でもいいと思うんで、少しでもお友達に話すとかだけでもいいと思うんで、やってったらどうでしょうか、思いました。はい、頑張りましょう。歌はここでは、ね、できないどんな歌かなとはい、本当にここに来てくれる方はもちろんですけど、来てくれないその一歩輪の外にいる人に届くっていうのは、本当に今回の前回の選挙の結果、私たちはもう痛感したっていう感じじゃないかと思っています。はい、ありがとうございました。では、なんかどなたかもう一人いらっしゃる、あ、ごめんなさい、こちらに来てくださって。こんばんは。前に言われた方と同じように、大震災以前はデモに参加することもなく、大震災以降初めてデモに参加するときなど本当に足が震えるような思いで来ました。それで、3月になれば2年経ちますよね。で、2年経っても依然として毎日すごい量が放出されていると、こちらの方で放出されていて、それを忘れがちになっているような報道の仕方にも全く不満であるし、自民党になり民主になり自民党になりっていう そういう流れの中で、やっぱりずっと騙されちゃいけない騙されちゃいけないです。でテレビと新聞は一つのことを言ったらそれっきりで、その人数がすごく多いみたいですけれども、それだけだと本当に情報が全く少ないので、こういうところに来られている方々で、その新聞テレビだけで、終わっちゃってる方々は、そうじゃない人方とも混ざり合って、情報をもっと多くして、で結局大震災以降本当にいろんなことが自分でも分かったし、いろんな情報本当に山のように取り寄せて、自分はこうだあだっていうふうに思ってデモにも参加し、こういうふうに最近話すようになりました。やっぱり話していかないと、今は前よりももっと危ない、危険なふうにすごく思います。情報も規制されてきてますから、やっぱり分かってる人、自分それぞれが分かってる人が自分の思うような方法でその場でいろいろ表現をして、いろんな権力に負けないような風にしていかないと本当に危ないと思います。それで TPP も原発もいろんなことが全てやっぱり根っこは同じで、日本はそれで大震災以降第二次大戦というふうに私は考えなくて、大東亜戦争というふうに思うようになりました。で、この時代に生きて、自分たちが日本人として生きて、でやることがあるから今のこの時代に生きてるんだと思います、私たちは。そしたらこういうふうな状況にしてしまって、そのままではなくって、もっといい形で次の世代にバトンタッチさせる責任もあると思ってますので、まだまだやり続けることもあると思いますので、皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。それではもうお一人か二人ぐらいどうでしょうか、喋っていただいた方が。マイクの向きを変えてもよろしいですか。議員の皆さん、
して当選した皆さん、当選おめでとうございます。私たちはあなた方を応援しています。ぜひその気持ちを変えることなく TPP 反対の意思を貫いてください。今議員会館の隣では首相官邸の首相が違うことを何か言うようなことを言っておりますが、私たちはあなた方が TPP に反対するところを賛同して応援していました。それで応援当選したということをどうか忘れずにいてください。もう私たちは選挙の後はほったらかしにはもうしません。あなた方がこの後どういう活動をするか、どういう言動をするか、自分の言っていた公約を果たすかどうかをしっかり見ています。どうかあなた方の公約を忘れることなく政治活動を行ってください。私たちはその限りにおいて応援しています。確かに官邸前には私たちコールしますけど、議員にも言わないといけないですよね。次回から毎回お越しいただいて、ぜひそれは今のごめんなさいお名前が分かりませんけど、あ、じゃあコールもまたいただきたい、はい、思います。で確かに今年参院選ありますから7月に、まずはそこでTPP に対してどう立候補している候補者が考えているかっていうのを事前にまずはチェックをして、でもちろん賛成している議員はチェックして落とすと。で政党も同じです。で今本当におっしゃったように通った後みんななかなかチェックしないんですよね。だから議員は簡単に言ったことを嘘をついてでバカにしてるんですよね。別に嘘ついても誰も怒らないから。だけど TPP や原発に関してはもう黙ってらんない。ですからまず衆議院議員チェックして、でその後参院の選挙、でそしてその後というふうにしていきたいと思います。ありがとうございました。はい、できる限りコールもやっていきたいので、ちょっと今の方もできるということですが、とりあえずなんかすいません無茶ぶりで、じゃあ哲さんに一回やってもらっていいですか。ちょっとスピーチとコールをお願いします。あえて名前は伏せさせていただきますが、先ほど議員会館に向かってスピーチされた方、反原発の私の、今はちょっと別の場所でやってますけど、かつて一緒に活動していた仲間です。で私も今もだよ。そう、今もですね、今もですね、いや、まあ、直接的間接的っていう話がありますね。で、あの方もう一つ言わせていただきますけど、恥を知れコール、私が考案したわけではございません。恥を知れコールの考案者でございます。偉大な方です。でですね、あの方こちらにトラメが向けてました。私相も変わらずこちらに向けさせていただきたいと思います。あの方と同じです。私も反原発の立場としてこうして TPP 反対の抗議行動のこの場所に立っています。で、あの方こちらに向かっていました。で、私相も変わらず、そう、言いたいことはただ一つです。反原発なら反 TPP よろしくお願いします。言いたいことはこの一つなんですよ。反原発の立場から言わせてもらいます。今敵はなりふり構わずやってきてます。原発の問題に関してまずは直接的に再稼働を表明すること、政治的圧力ですよ。そして経団連、経済界からもさっさと動かすとうるさい。その上で
マスコミねえ、何かというとニューズウィークの記事なんかでも見ましたよ。ドイツの脱原発政策を取り上げて、ドイツの脱原発政策が風前の灯火だなんていうプロパガンダをやたらと流す、やたらと流すんですよ。で、この間私の呼びかけの集会に実際ドイツの方が来られて、そういう事実はあるのかと言ったら、一言シンプルに言う、おっしゃられてました。そのような事実はドイツではありませんと。で、もう敵がありとあらゆる方向から来ている時に、我々は手段を選んでいちゃいけないんですよ、反原発派の皆さん。で、 TPP の問題です。究極的にこれがある限りは脱原発は達成できないことは、これは事実なんですよ。で、残念ながらありとあらゆる局面で我々は対応しなければいけないんですが、ありとあらゆる局面で決して反原発の我々優勢とは言えません。その上で TPP の問題ね、我々もなりふり構っては言われません。 TPP の問題、これに関しては敵は弱点をお腹から晒しているんですよ。あの衆議院選挙で受かるためにねえ、TPP を早く参加表明しようとせっついてる方にお辞儀をして、お金を融通してもらい、そして票欲しさに別の方向には TPP 断固反対ですって言って受かったために、今ギシギシときしみが出てねえ、敵は今弱点を晒しているんですよ。この機会を逃したら反原発の皆さんバカですよ。TPP の問題、TPP 反対だっていう、本当に数は力だとおっしゃってるじゃないですか、反原発の皆さん。私もそうですけど、TPP 反対だっていうことも数で示しましょうよ。敵は今弱点を晒してるんですよ。TPP、まずはこいつを片付けましょうよ。こいつがある限り、本当に反原発の我々は安心できないんですよ。だから2月またここで言わせていただきます、反原発なら反 TPP でよろしくお願いします。シューブレイカール TPP 絶対反対、 TPP 絶対反対、絶対反対。
らい。ちょっと一瞬ね、寒さが吹き飛びますね。じゃあ、次々と行きたいと思います。次はですね、こちら のスタッフというか実行委員のメンバーからですね、少し情報提供ということで、ではメディアで結構嘘が流されてたり、あるいは私たち自身なかなかまだ分かってないという部分もあったり、ということがあります。で、TPP をめぐる嘘とか思い込みとか、ご情報をですね、ちょっと読み解いてみようというようなコーナーです。じゃあ、よしこさんお願いします。皆さんこんばんは。先ほど、あちらの議員会館に向かって、お話をされた方のように、私たちは、自民党が今回、衆院選を TPP 反対を公約に掲げて、勝ったのだということを絶対忘れてはいけないわけです。ですね、ちょうど、先月やった時の、高市政調会長が、TPP に正規なき関税撤廃じゃなくても入るとか、そういったことがあって大騒ぎになりました。実はあれは、テレビでの話だったんですけれども、私 TPP 関連のテレビは超テレビっ子なので、大体見つけるたびに録画して、撮ってあります。私あれちゃんとテープに起こします。テープを聞いて起こしました。あれをよく聞いてみると、高市政調会長は何を話しているかというと、もしかしたら、政府は、そういうことはないかもあるかないかわからないですけれども、まあ、やっぱりいろんなことを考えて TPP 交渉に参加するって言ってしまうかもしれませんよね。そういう可能性は、あるかもしれませんよね。でももしそんなことになったら、党としては、政府に対して厳しいことを言うこともあるかもしれませんと言ったのです。つまり、全く逆のことを言ってるわけですね。それを、そこの時の司会者が、あ、そうですかって勘違いして、あ、じゃあ柔軟に対応するということですねと言ったので、いや、そんな柔軟に対応するなんて言ってませんよって言ったんですけれども、そこでガラッと話題が変わってしまって、あのような報道になってしまったということなんです。で、それでですね、その後自民党の方々はどういうふうに今しようとしているかというと、テレビに出演するときに自分はこういう用紙で話しますよというメモを渡しているそうです。ね、まあ一応マスコミが適当なことを言わないように頑張っているということなんですね。それでもやっぱり、マスコミというのは適当に、言いたいことを言っています。もう一つの、暴かれた嘘、それは、先月末ですね、先月末、正規なき関税撤廃の TPP について、その正規を認めてくれるように政府が、アメリカに対して、こう交渉をすると、そういう方針を固めたなんていう、ニュースが流れて、何言ってんのと思いました。そしたら、ですね、菅官房長官、ね、記者会見で言いました。そんな事実はありません、はっきり言いました。で、日本農業新聞さん の質問に対してそういうふうに言ったんですけど、なので皆さん、こうマスコミが、政府は言う、TPP 交渉前向きだとか言ってますけれども、そんなの、まずでも絶対ないって、確かに絶対ないっていうわけでもないので、自分で確かめましょう。自分で、自民党に電話する、そして一体どんなふうに考えてるんですか、こんなニュース聞きましたけど本当ですか。で、今ですね、首相官邸の、ページにメールをしたりとかすると返事がどうも返ってくるらしいです。で、今フェイスブックも、やっていますので、前の、ね、政権に比べたら随分、こうオープンになっているようです。で、まあ、そう決断するのはどうかわからないので、私たちの声をどん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 伝えていくっていうのが重要だと思います。そして最後に、マスコミがその選挙後何を始めたかというと、まるで腹話術のように、いや、安倍首相は本当は TPP 交渉に参加したいんだけれども、
農業関係のね、あの議員さんたちがいるから実は苦しいところなんですなんていうふうに腹話術のように安倍首相の、思いを勝手に語っている人がいますけれども安倍総理大臣彼だって TPP 交渉に、の参加に反対しますという誓約書にサインしてそれで、衆院選を戦ったんですよ。その事実をマスコミの人たちは、まあ、全然その出さないようにして、安倍さんは本当の本音はわからないんですけれどもでも今公約に掲げたのはそういうことなので私たちはそれを守ってもらうことっていうのを訴えていくことあとは、それ以外にも TPP 交渉に反対って言っている議員を応援することそれで賛成って言ってる人に対してはなんでそうなんですかって聞くことで、私たちはそんなのは心配ですっていうことこれをもうしつこくしつこく地道ですけれども、やりましょう。マスコミは今必死です。必死で、ま、彼らの方法で陳情しているようなもんなので私たちはそれに負けないで私たちの方法で陳情をしていきましょう。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっとこちらから、お呼びしますのでちょっとスピーチをお願いしている方が、何人かいらっしゃるので、有機農業をやっているあの農民の方々と協力をして活動されていると、いうことで野地川さんいらっしゃいますか。あ、はい、皆さん小田幕の方々もそうですよね。あ、じゃあよかったら小田幕を持っている方々もこっちの前の方に一緒に来ていただいていいですか。はい、あ、なんかでも反応がない。いいかな、ちょっと誰か呼んでいただけるかと。はい、大きな横断幕を持って今日、あ、何人もでご参加いただいているので、はい、じゃあお願いします。そう、千葉県の成田から来ました。今日初めて参加したんですけども、やっぱ今国策を掲げて沖縄でも福島でもそうなんですけども成田でも農地強奪の動きがあってでそれにまあ反対してやってます。で TPP はやっぱりこの今三律化が置かれている状況と全く同じで、まあ、資本の儲けのためだったら農業を売り渡してもいいっていうそういった攻撃だと思うんです。でやっぱ生きるためにはやっぱ食べることがなくてはならないし病気になれば医療にかからなきゃいけない。でそういった生きる根幹に関わるところをやっぱ企業の金儲けの道具に変えていく、そういった TPP にはやっぱ絶対反対で戦いたいというふうに思ってます。で、そうです。やっぱ福島や沖縄の置かれている状況と三律化の置かれている状況で僕たちは僕が生まれる前からもちろん三律化の戦いっていうのはあるわけですけども、絶対反対で国策に対して戦い続けて今もやっぱり誘導路なんかがへの字に曲がってると。でそれがまっすぐにしたいからのの農民を守るべき農地法を使って強制収容をやろうとしてるわけですね。で、まあ、知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけども大木米さんの強制大執行以来の42年ぶり の, 強制収容ということを今裁判が今年度中にも決心かというような状況にあります。でこの問題はやっぱ一人ただ一軒の農家だけの問題じゃなくてやっぱ全ての人の未来のかかった問題だというふうに僕は思ってます。こんなデタラメなやり方で農地が奪われてしまったらやっぱ260万農家全てがTPP によって壊滅的な被害を受けるわけですよね。やっぱ三律化のように戦ってこの TPP も含めて沖縄の問題も福島の問題もやっぱ命よりも金儲け優先するそうした社会の在り方が問題だと思うんでこれを根本的にひっくり返すために皆さんと共に戦いたいというふうに思ってます。で、まあ、今新しいパンフを作ったんでもしよければ帰りの時にでもぜひ一部100円なんで買い求めいただければと思ってます。今日初めて参加させてもらったんですけどもまた、TPP 反対で戦っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。
僕も TPP はやっぱこう、まあ、反対してるわけですけれども、やっぱりこれは、まあ、農民だけの問題で、やっぱ、まあ、そもそも、まあ、全国民的な問題だとは思うわけですよ。まあ、その TPP とかが、まあ、されれば、まあ、多分安い、まあ、輸入作物が入ってきて、まあ、農民が被害を受けることはもちろんだとは思うんですけれども、まあ、その普通の労働者だってやっぱこう、まあ、食料の値段が安くなれば賃金だって下げられるとは思いますし、まあ、そういった意味でも、まあ、その全国民的問題だとは思います。あとまあその多分 TPP を推進しようとしている、まあ、側の、まあ、一応政治家なり、まあ、大企業の人たちなり、まあ、一般的に国民って言ったらやっぱこう、こういう人たちも含めて言われるわけですよね。多分、まあ、政治家とか国民の声を聞くとかこう、まあ、もしくは国益とか言っても、まあ、多分それは、まあ、その国民って多分政治家とか、まあ 大企業の人たちが、まあ、いわゆる国民なのであって、まあ、我々は多分あんまり国民扱いされてないんじゃないだろうかとか思うわけですけれども、まあ、はっきり言ってまあ政治家に物言ってあんまり変わるとはあんまり思ってはないわけですけれども、まあそれでもやっぱり言わざるを得ないと。やっぱりこう、まあ、まあ僕は一応三里坂という問題来てるわけですけれども、まあこれだってこう、まあそもそもなんか住民の話も聞かずに空港をまあいきなり作ると言って、まあこう空港を作るからまあ出てけっていうやり方をされたわけで、まあだから未だにこういう問題が続いてるわけです。それでもってまあこうこういう三里坂の問題だったら、まあ、住民がなんかこうやだら過激だなとかなんかことを言われますけれども、まあ、そもそもやっぱ最初はやっぱこう政治家とか、まあ、県の人たちに、まあ、待て待てそんな話はやめてくれ、まあ、空港を作るのやめてくれってやっぱ言いに行ったけど、まあ、それは、まあ、こう県の人たちにやっぱ門前払いとかされたり、まあ、やっぱ北海道の人たちも多分行ったとは思うんですけど、やっぱりそこでも門前払いされたわけですよね。そういうのがやっぱりこう彼ら政治家とかそういうのは、まあ、私たち一般の庶民というか、まあ、一般の農民なり一般の労働者なりの声を聞くつもりはなくて、まあ、全くもってこう大企業のための政治しか行わないとは思っています。まあだからこうここにこうやって人が集まっていることの方はまあ言ってしまう重要なわけで、まあ私たちは多分ここにいる人たち多分なんていうか、まあ政治家やっぱこうね、ほかっといたら絶対なんかどうしようもないことをするから、まあこうやってまあこう言うと、例えば政治家はなんかこうまあ一応まあ政治家に物を言ってそれ聞いてくれればまあそれでまあいいわけで、まあ、だからまず声を上げることはやっぱそれはまあ大事なので、まあぜひみんな一緒にやりましょうということですね。お、はい、頑張りましょう。ありがとうございました。初めて来てくださったということで本当にまた次回もお願いします。ね、あの緑の党の共同代表の勝呂直さんがいらしてくださったので、一言お願いします。皆さん寒い中お疲れ様です。緑の党の共同代表しております勝呂直と言います。ありがとうございます。緑の党というのはあの世界90カ国以上の国と地域にあるあの緑の党の、日本の、緑の党です。連携して活動しています。あのおしるこお兄さん、あそこで今日は豚汁を作ってるお兄さんもあのそのメンバーなんですけど、豚汁持ってきたお兄さんもそうなんですが、ですねですね、思うにですね、日本のこれまで その社会のあらゆる制度がそのみんなこういかにこのグローバル資本主義の中で勝ち抜いていくかとか経済成長し続けられるかとかそういう視点で全部作られてきたと思うんですね。でそういう中でもうここ10年20年ほとんど成長してない中で結局それはもう行き詰まっていると、もうそこで勝ち抜いていこうっていう考え方はその下での制度、いろんな制度を作っていくのはもう限界だっていうことはもう明らかになっていて、しかもたとえ数パーセント GDP が上がったとしても一部 その企業とか大企業とか資本家しか豊かにならない、普通の庶民はそれで豊かになるわけじゃないっていうことも分かってきた。じゃあ私たちこれからどういう社会に変えていけばいいかって言ったら、やっぱり各その日本の各地域で地方で医療とか福祉とかエネルギーとか、食農業とかそういうもので、地域でもっともっと仕事を作り、そこで物とお金が回るっていうことに力を入れていかなきゃいけないっていうことがだんだんその分かってきたわけですけど、この TPP っていうのはもうそれに逆行するような形でもうさらに世界の中で勝ち抜いていかなきゃいけない、アメリカの思うままに日本が一緒になってそこで
より一層の激しい競争に勝ち抜いていこうというそういうものになるわけです。そうするともうより一層やっぱりそういう、私たちがここで気づかなきゃいけない転換しなきゃいけない岐路に立っているのに、全く逆の方向にますます日本が崩壊する方向に行ってしまうということがもう明確だと思います。だから私たちはやっぱり、それは絶対に阻止しなければいけないと思うし、それが分かっている、人たちがやっぱり、分かりやすく多くの人に伝えていかなきゃいけないと思います。で私今年の、今年は去年ですね、ドイツに、脱原発の視察に行ってきたんですけど、ドイツではもう本当に各地域で新たに再生可能エネルギーの、仕事じゃないです、再生可能エネルギーを地域で作る自治体で 100% 自分たちでエネルギー作るっていう地域がもういっぱい増えてるんですね。でさらにそれが、地域内で余っちゃって電力、エネルギー余っちゃって何倍も私が言ったとか9倍ぐらい作っちゃってるので外に、売ってるんですよ。そうすると外から今まで石油を輸入して、その輸入っていうか外から買ってこなきゃいけなかったお金が外に出ていかないし、かつ自分たちで作ったエネルギーを外にも売れるからものすごく経済が活性化、潤って、ですごくね、地域の今まで田舎だったところもそれでちゃんと暮らしていけるっていう風になっているし、そういうところが広がっているんですね。で日本でも実はあまり知られてないけれども、そういう福祉とか農業とかエネルギーはまだですけどね、そういう分野で、田舎の方でもちゃんとそこでものすごく雇用が生み出され、地域が活性化しているところが実はいっぱい出てきていて、そういうことはもう可能なんだっていうことをもう示されているし、私たちはそっちに向かわなきゃいけないというふうに思います。ですので、絶対に TPP、 そのためにもTPP は絶対に止める、そして私たちがオルタナティブな社会を作っていく未来をもっともっと一人一人が生活が豊かに、ある本当の意味で豊かになる、そういう社会を一緒に作っていきたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではですね、もう一人、いつも提供してくださってますが、ニャンとマーさん、元野田くんという、もう今はバラしてもいいだろうみたいなはい、よろしくお願いします。どうも、ニャントマンです。今日は冒頭にですね、拓殖大学の先生の、関さんがお話しされたこととほぼ僕は同意見で、実はね、TPP とりあえず参加しなかったら OK かっていうと、例えばですね、いろんな日本農業新聞でもそうですけれども、TPP はとにかくやめて、で RCEP とか日中間 FTA の方がいいじゃないかみたいな議論があるんですけど、僕はそれもちょっとね、どうかなと思うんですね。つまり自由貿易自体をね、疑っていかないと、結局なんか名前だけ変わって似たような、あるいはちょっとだけ都合よくしたような制度に、持ってかれちゃうんじゃないかと思うんですね。で実際ね、こう先は風邪をひいて大風邪だったもんで、もう食えるものがない、全然しょうがないから、果物を買いに行ってデコポンを買ってですね、それからあとベニマドンナっていうの、これどちらも日本農業新聞によると5位と7位ランキングされてる果物なんですね。でまあそれで少し良くなってそれ食べて、で普通に生活できるようになってから、まあ、スーパー行くとですね、まあ、デコボン買いに行くわけですけども、肉売り場とか見たら悲惨ですよ。もう絶対勝ち目ない、ね、でこの2月、あれなんで2月1日になったのか今でも不思議です。これ4月ぐらいだったと思うんですけども、米国産牛肉の BSE の規制緩和がありましたよね。でまたドーッと入ってくるわけでしょ。でそれはまあとてもニュースになってるから、それはアメリカ産の牛肉あって話になるんだけど、じゃあ鶏肉売り場とか豚肉売り場行けば分かると思うんですけど、ブラジルだのペルーだのなんだメキシコだのいっぱい入ってきてますよね。地球の裏側ですよね。でそれに対して日本のニワトリ、鶏肉農家っていうのは減ってるそうじゃないですか。その分ね、結局その FTA だって EPA だって何らか影響あるわけですね、必ず。でましてやですね、WTO は絶対そうなんですね、結局。だから自由貿易体制自体を
疑わなきゃいけない。そうだ。自由貿易っていうのは実はそのなんて言ったら昔の帝国主義時代の話なんですよね、うん、そうだ。植民地を従わせるための武器だわけですよね。そうだ。ですから本当には成立したのはほとんどないんですよね。で、ある党はその自由貿易国家だからとか言ってる党がありますけど、ナンセンス極まりないんですね。だから僕らはでも TPP を通して、でも初めてそういうことも分かったわけなんで、それともう一点ね、僕はもうジジイのように見えますけど、そんなに年取ってないんですけど、だから60年安保って実は生まれてないんですよ、当然ですけどね。で、だけどその先輩たちに聞くとね、60年安保はすごかったらしいんです、本当に。要するに普通の街中で、見も知らずの人相手に議論が成立したんですよ、歩道でですよ、こういうところで。で、全国民っていうかほとんど参加した、闘争だったんですね。で、そのゼネストみたいなのも恐る恐るやったりもしたんです。だから普通の国民がやっぱ普通に TPP のことを語った方がいいと思って、で、僕は今日この企画に乗ってこの後ハンティーピーツアー第3回のね、ニャントマーと、TPP のない、幸せな未来を語ろうというのを純米氏と一緒に語りたいと思うんで、参加ご希望の方は残っていただいて僕のところに来ていただければいいんですけど、とりあえず普通のですね、普通の市民が普通に TPP のことを語って、それを切り口にしてですね、今言って自由貿易のことだとか、あるいはどういう国家がいいのかとかいうことも含めて、語っていけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。今日この後ですね、はい、そのニャントマーさんと熱く語りたい方はぜひこの場に残っていていただければと思います。はい、じゃあちょっと寒くなってきたのでコールをまたやりたいと思いますが、ちょっと私も初めて見たすごいですね、これ凶暴なスパイダーマン、なんかちょっと、はい、警察ちょっと近寄りしたくないですけどね。はい、どうぞ。アメリカからやってきた。アメリカでも TPP に反対してるわ。お母さんがアメリカ人でお父さんが日本人だからな。Be quiet. Be careful what you say to me. You okay? Understand? You understand, eh? Call it, sir. Call it, sir. どこの誰だ？TPP の参加交渉に入ろうなんてバカだ。どこの誰だ？TPP に入ったらこの国は滅びるぞ。どこの誰だ、ほらいるんだよ、ここに来て勝負しろ。これはここに来て勝負しろもんだ。ほい、行くぞ。 TPP はいらない。 TPP はいらない。 TPP はいらない。TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。農業を潰す TPP はいらない。
アメリカから首脳やってきた。今日ももう少ししたら豚汁ができるらしいぞ。生姜をたっぷり入れてあったかい豚汁が出てくるみたいだ。豚汁マンという男が作っていったらしい。豚汁って英語でなんて言うの？アメリカには豚汁がない。多分ポックスというのかな。いいかな。はい、じゃあ終わり。はい、ありがとうございました。なんだっけ、ここに来て俺と勝負白マンっていう名前らしいです。そう、マジ怖いです、近寄ったら。はい、ありがとうございました。そしたらですね、またイップスピーチをやりたいので、まだまだ話したいという方お願いします。どなたでも。あら、ちょっとこの勝負白マンがいるから出てきづらいかも。はい、どうぞどうぞ。あ、どうも、すいません。初めてTPP の反対のあれに参加しました。聞いてて非常になんかすごいレベルが高くて、私は普段は原発反対の方で来てる人間なんですけど、まあ先ほども言ってましたけど TPP 反対なら、あ、どこに行くか。じゃあそこで言いましょう。やっぱTPP に関しても私はこれはもう本当自立の問題だと思ってます。ちょっと長くなっちゃうんで1分過ぎちゃうかもしれないけど、ちょっと容赦してください。まあ今先ほど自由貿易が反対ということで言ってらっしゃいましたけど、私も全く同感です。で、まあ、こんな問題が起きてきたのも産業資本主義はこれだけまあなってきた、これの慣れの果てだと思ってます。本当来るものが来ている、産業資本主義が来るところまで来ている。で、これがどういうところから生まれてきたかといえば、まあ、難しいことを考えてる人はみんな知ってると思いますけど、西ヨーロッパの、まあ、封建制から来たわけですよね。封建制から来た。で、産業資本主義は同じく発達した国として日本、これも封建制ができたからこれだけ発達しているという、難しいことはちょっと省きますけど、これが原因なわけですよね。ですがヨーロッパの場合は、まあ、封建制から絶対主義に来て、その後、まあ、ブルジョワ革命が来た。こういう過程で、まあ、契約が持っている上を監視するという力があったわけです。そのために TPP とか絶対主義、その産業資本主義が弱められてきた、上を監視する力があったっていうことがあったわけです。ところが日本の封建制はそういうことが弱いんですね。これはなぜでしょう。それは私なりに言いますけども、日本の封建制っていうのは天皇制を、天皇から征夷大将軍として権力をいただいた、要は比例伏す絶対的なものがあった、主権があったわけですね。主権、天皇っていう主権があったわけです。もしくはお飾りにするものが欲しかったわけです。そのために封建制の持つ契約、契約っていうのは封建制とは契約ですから、武士と弟子、だから武士と、家臣と、まあ、その下ですか。だから上の者が契約を履行し、あれちゃんと守らなければ破棄してもいいわけですよ。この野郎、上の者がちゃんと約束守らない、この野郎って言えたわけです。ところが日本の封建制はそれがなかったんですね。上のまた上がいたわけですから、そのためにここまで来た。ヨーロッパの TPP とはそういうのが非常に弱い、まあなんとかそういうのに抵抗できるのはそういう理由がある。日本の TPP はこれだけ攻められてる、まあ頑張ってますけども、っていうのは我々が本当主権じゃないからなんですよね。戦前は日本の主権は天皇にありました。今主権はどこにあるでしょうか。アメリカ合衆国首脳部ですよね。そのためになわけですよ。だから我々が TPP を反対する、もしくは原発を反対するってのはもう主権の争いなんですよね。もう
私たちが自立するかどうかの勝負、自由を獲得できるかどうかの勝負なんです。ありがとうございます。私の言いたいことはこれだけです。本当自立のために頑張りましょう。本当私はもう一つ言いたいのは、本当、ものすごく頑張ってて、例えば原発反対でもね、地元の人たちがすごいあれ反対した人が見捨てられてきたんですよね。ちょっとさっきの話と全然変わりますけど、あれ本当見捨てない、あ本当に反対して頑張ってる人を絶対見捨てたくないっていうのが俺の正直な気持ちです。今どんなに小さくなって頑張ってる人も絶対見捨てないっていう根性で頑張りましょう。皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。他の方どうでしょうか。はい、どうぞ。はじめまして。私今回、2回目の参加になります。で TPP のデモに関しては、左右あらゆるデモに参加しております。で私一市民で会社員なんですけども、ここにいらっしゃる方の中ではおそらくだいぶ右の方の人間かと思います。今ちょっと前のスピーチの方の後で話しづらいんですけども。で、ただちょっと変わり者の右でございまして、ここでスプレーの、1万人の集会があった時に皆さんと手を握って反対を叫びました。あの時反戦一つぼ人士の皆さんだったと思います。あと1月27日に、反戦人士の方々、あるいは山谷の労働者の方々と一緒に、4000人規模のデモに参加しました。集会にも参加しまして、で銀座の吹矢橋の前で、在特会とかチャンネル桜とか頑張ろう日本のいわゆる保守、いわゆるまあエセ保守ですね、あいつらから罵詈雑言を浴びてひどい目に遭った変わり者の右でございます。で、TPP に関してどうかと言いますと、絶対反対です。当然です。なぜアメリカのあのクソ野郎たち、クソ野郎たちに沖縄、広島、長崎、東京大空襲、非戦闘員だけで90万人を殺してるんですよ、あいつら。そいつらに日本の暮らしや歴史や文化、食物、命、そして本当の保守というのはこの村だとか暮らしだとか高いのオスプレイの戦っている皆さん、歴史、サンガ、これを守るのが本当の保守じゃないですか。そうだですよね。それをアメリカのクソ野郎たちに渡していいんですか。それか、それが愛国者か。お前安倍晋三先生、一応先生と言いますよ、安倍晋三さんは皆さん愛国者と思いますか、それともアメリカの犬、アメリカの価値、大国とどっちなんでしょう。売国道らしいですよ、安倍さん。お前が愛国者と言うんだったら TPP の速度に当てしろ。そして自民党議員すべてに TPP 反対の署名をすぐ探させろ。そしてそれができないやつはちょっとと除名しろ。そして橋本とかみんなとか民主党の細野でしたっけ、あの男に触れてやれ。安倍晋三先生よろしくお願いいたします。どうしません、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかあの演劇のなんか筋がいいっていうか、とかすごい衣装もバッチリで、はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか、どなたか。はい、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。あ、3人でいらっしゃったっていう方、はい、なんかグループで今日ぜひアピールしたいとおっしゃってた方々です。はい、お願いします。これを清める会です。皆様こんばんは。私たちは地球を清める会と申します。地球をきれいにし、みんなが安心して安全に暮らせる世界を作ることを目指して活動しております。一部の企業、一部の大企業が食や医療、保険を壊して私たちの、
当たり前に生きる権利を壊す TPP、 そんな TPP には絶対反対です。TPP に参加すれば、伊豆電子組み換え食品が増えて食の安全が脅かされ、そして外国の企業が参入して医療や保健福祉の制度が崩されてしまえば、子どもや孫、そして孫の健康や命、そして日本の未来を守ることができなくなります。そして TPP に加入してしまえば、 ISD 条項により福島の原発事故を経験した私たちの脱原発への思いが閉ざされて、そして原発の再稼働や、原発の新設される恐れもあります。そんな TPP には断固反対です。私たち人間っていうのはこの地球の上に他の生命と一緒に暮らしております。それで TPP に参加してしまえば地球をさらに汚して、地球環境を今以上に破壊してしまいます。一人一人が立ち上がって、自然との共生を掲げて、そしてみんなで協力して持続可能な日本を作って、そして次の世代へつなげていくことが大切だと思います。皆さんで一緒に頑張っていきましょう。お知らせがあります。4月の20日土曜日、水上ホールにて、私たち地球救命会が主催します、プロジェクト99代表の阿部義弘さんによるお茶会を行います。TPP や多国籍企業など幅広いテーマのお話し会となります。どなたでもご参加いただけます。地球救命会ホームページにて受け付けております。当日参加も可能です。皆様のご参加心よりお待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。参りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。4月20日、このストップ TPP 完成前アクションの実行委員でもある阿部義弘さんで、今日はたまたま欠席なんですけど、TPP と多国籍企業ということですね。正常ホール20日の土曜日ということで、はい、ありがとうございました。そしたらですね、すでに告知がなされて、しまいましたっていうと変なんですけど、前回寒いので、私たちやっぱ来てくださった皆さんに少しでも暖かくしていただこうと思い、おしるこマンというのを呼びまして、おしるこを配りました。で、今日はですね、調子に乗ったおしるこマンがさらにバージョンアップをして、豚汁マンにも なって今日来てます。豚汁マンさん来ていただけますか。待ってました。はい、配り始めますので、ぜひぜひ。皆様お待たせしました。豚汁を皆様のために作ってまいりました。豚汁マンです。豚汁マン、豚汁マンは遺伝子組み換えの野菜を決して許せない。アメリカから輸入した、野菜や大豆などを決して豚汁マンは使った食べ物を食べない。遺伝子組み換えや、そういうアメリカの、グローバル企業の思惑に決して私たちは乗ってはいけない。だから毎日食べる食べ物は、皆さん気をつけましょうね。毎日何を食べるか、それが戦いだ。安倍さんの奥さんはきっと食べ物には気をつけているはずです。私は知っています。ちなみに私の知って聞くところによると、まだ安倍さんはこちらの官邸には引っ越してきていらっしゃらない。3月になったら引っ越してくるそうです。だから今ここで叫んでも、安倍首相には聞こえません。しかしここに私たちが来てこうやって抗議活動をしていることは、安倍首相のみならず近隣の閣僚たちの耳にはきっと届いているはずだ。僕たちが寒い中こうやって集まってきているのはちっとも無駄ではない。これはここに来てくださっているマスメディアの方々をはじめ、
多くの方たちがツイッターで広めて、私たちが毎月火曜日にここで TPP は許さないんだという熱い心を持ってここに行動に表していることを広めてくださっています。だから来週も、来週じゃない、来月もみんな来てくれるかな。来月も来てくれる人はおかわりをしてもいいかもしれない。先月は鍋は一つだったので少なかったのが非常にごめんなさい。今月は、たっぷり用意しました。生姜の千切りも入っているので風邪気味の人はごくごくスープを飲んでください。TPP はいらないぞ。豚汁食べて元気を出すぞ。異様な集まりになってしまいましたけど、はい、ということで、本当に温かくて美味しい、あ、はい、用意してますので、順々に配りますので、お願いします。で、もしよろしければ美味しいなと思った方、豚汁マンありがとうと思った方、横にちっちゃな箱を置いてますので、なんかワンコインとか1枚とか入れていただけると助かります。はい、では配ってくださいね、お願いします。ではですね、もう一人、スピーチをお願いしております、自治労連の、中央執行委員いいってよろしいですかね、久保さんにお願いしてます。なんかポスター、皆さんこんばんは、初めて、デビューさせていただきます、久保と申します。私労働組合が来ましたけども、全国の市役所町役場で働く労働者で作る労働組合で、自治労連と言います。実は TPP ですね、私たちも今全国の市長さんや総長さん、議会の議長さんってことをずっと懇談して回ってるんですけども、全国で市町村の議会言うたら1700ぐらいあるんですか。そのうちの8割がね、もう TPP ストップの決議上げてるんですね。ですから、もう真面目に地域のことを考えようと思えば、立場がどこにあってもね、もう TPP とは絶対相入れないと、こんな声を本当に実感をします。で、今全国でいろんな懇談していますけれども、例えば高知に四万十川で川、皆さんご存知ですね、はい、あそこの下流に四万十市という市があるんですけども、あそこの市長さんがこういうふうに言ってました。これからの街づくりにとって大切なことは、当たり前で単純なことかもしれないけども、地元のものを大切にすることなんだなと。そうだ、地元の人を大切にすることなんだなと。そうだ、当たり前のことなんだけども、やっとここにみんな気づき始めてきた。だから町のことは町で作ると。学校給食も子どもたちに食べさせるためには、輸入品じゃなくて地元のおじいちゃんおばあちゃんが作った美味しいものを食べさせてあげようと、そういった事業に町を切り替えようということで、みんなが動き出した時期なんですね。やっと気づき出したこの時に、これを正面からぶち返そうとしているのが TPP なんですね。だからそれを許してたまるかっていうのが、今立場を超えて地域を訪問すればするほど感じています。で、今 TPP 反対には、私たち労働組合大学でもちろん皆さんたちもそうですけども、農協だとか医師会だとかいろんな人が立ち上がってきてますね。これが今全国で広がってるんですけども、もう一つ今地域で言いますと、今日のポスターもこれなんですけどね、一緒に同じことをしようと、農協さんも医師会さんも労働組合さんも市民も一緒のことをしようということで、これ実は滋賀県のポスターなんですけどね、TPP ストップって書いてますけども、どこが作ってるかと言いますと、この下の字ですけどね、 TPP から県民の命と暮らし、医療と食を守る県民会議というのがあって、ここに市民の皆さんや私たち自治労連も入ってるんですけども、これの事務局をやってる団体名を読み上げますと、滋賀県の農協中央会、滋賀県の医師会、それから滋賀県の町村会、ここが事務局となって、まさにオール滋賀で一つのポスターにして、この姿を形にしようということで、このポスターをわざわざ作って今張り巡らせて運動してるんですね。ですから今まで TPP 反対としてそれぞれみんな声を上げてきてると同時に、今度は同じことも一つやってみようということで、
こんな取り組みが今広がってきていると思いますね。まあ、そういうところで私たちも本当に地域の住民の命と暮らしを守るための労働組合として、もう TPP は絶対に許さないと、こんな立場で皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に自治体レベルでいうと、もう反対って言ってるところも多いんですよね。ですし、選挙を終えて多くの人がまだまだ TPP 分からない中で、でも何だろうっていうふうに思い始めている。で、ですから選挙後ですね、いろんな地域でちっちゃな学習会が次々行われてたり、なんか分かんないけどなんか論争になってるらしいとかっていうような勉強する方々が本当に増えてると聞いてますし、地域の動きがたくさん起こっていると聞いてますので、ぜひ連帯していきたいと思います。ありがとうございました。はい、今のところですね、豚汁は行き渡っているのは約3分の1ぐらいの感じの、まだこちら側には来てないんですけど、ではコールをやりたいと思います。エミモメモちゃん来てます？あれ、あ、いる、大丈夫？はい、あ、豚汁、あ、豚汁取りに行ったわけじゃない。はい、じゃあお願いします。こんばんは、こんばんは、寒い中お疲れ様です。今日はちょっと私なりのスプレッコールを考えてきて、ちょっと初めてなんでカンペ見るんですけど、いきます。みんなでストップ TPP、 みんなでストップ TPP、 みんなでストップ TPP、 みんなでストップ TPP。
サルがもう頑張ってるサルと。はい、じゃあですね、続いてあの定番コーナーですが、サルでもわかる TPP というのをやりたいと思います。はい、じゃあサルくんお願いします。さっきお帰りになったんですけど、農業新聞の記者さんが毎回来てくれてて、前は野田くんっていうのがいましたけど、最近はサル一人なんですかっていうふうに聞かれて、あ、そういえばそうだったと。まあでも当面一人でやることになってますが、はい、阿部君はまだ判定に来てないっていうことをさっき聞いたので、現れるかなっていう感じ。じゃあサル君お願いします。やーしょくん、こんばんは。まだこのボードを持ってくれるかな。これまでも何度かこの、TPP 村の村長さんであるアメリカの中のそのさらにボスである TPP 推進アメリカ企業連合というものについて説明してきた。この裏側だ、ここにそのリストがある。この推進企業の一つ、グラクソスミスクラインという会社については以前もう一度説明した。今日もう一度そのグラクソスミスクラインについて触れた。またもう一つメルクという会社もある。このグラクソスミスクラインとメルクという2つの会社、この共通点は子宮頸がんワクチンを製造しているということだ。グラクソスミスクラインの商品名はサーバリックス、そしてメルクの商品名はガーダチューという。この子宮頸がんワクチンについていろいろと悪い噂があるのを知っている諸君もいるだろう。このワクチンはでな、ヒトパピローマウイルス16型そして18型というのの感染を予防する効果のあるワクチンだ。そして子宮頸がんの原因はそのヒトパピローマウイルスに感染するのが原因なのだという説があるのさ。しかし子宮頸がんワクチンを引き起こすヒトパピローマウイルスには何種類もある。そのうちの2つだけの感染を予防するに過ぎないということが明らかになっている。そしてこの感染を予防したからといって子宮頸がんにかからないという確証はないのじゃ。 それははっきりしているのじゃ。 そのことは製造企業自身がはっきりと認めているのじゃ。 現にサーバリックスにくっついてくる添付文書、その中にもはっきりと記されておる。こんなふうに書いてあるぞ。免疫原性、抗体価、つまり抗体がどれだけあるかということと、長期間にわたる感染の予防効果及び子宮頸がんとその前駆病変の予防効果については現時点では明確でないとこう書いてあるのだ。つまりこのワクチンを打って感染を予防できたからといって、それによって子宮頸がんを予防できるかどうかは定かじゃない。それをメーカー自身が認めておるのだ。そんな役にも立たないようなワクチンを国費で無料で打つという定期予防接種に組み込むという、そういう法律が可決されようとしておる。というかまだできていないんだが、もう今月ぐらいにも国会に提出され、そして可決され、そして4月にもこれが実施されようとしておるのじゃ。しかしだ、このワクチンは役に立たないだけではない、実は非常に危険なのじゃ。たくさんの副作用例が報告されておる。すごく多いのは失神して倒れて骨折した歯を折った、こういった例もたくさんある。またアナフィラキシーショックで呼吸困難に陥ってもう死にそうになる、まあ死ななかったけれども死にそうな、もうひどい発作を起こしたという例もたくさんある。発熱、嘔吐、あとギランバレー症候群などオハラ霊子が死んだ病気だな、そんなのにかかったり、もうすごくたくさんの
副作用が報告されておるのだ。しかもそれは決して一過性のものだけではないのだ。海外ではもう日本よりも前からこうした子宮頸がんワクチンがいろんな女の子たちに接種されておる。そしてその女の子たちの中にはもうそのワクチンを打った後もうずっと体調が悪い、前は何の問題もない元気な普通のティーンエイジャーだったのに、もうそのワクチンを打って以来もう体の調子が悪くてもう学校にも行けない、友達にも会えない、もう 毎日背中が痛くてナイフでえぐられるようだ。もうそんな辛い痛みに日々耐えている、そんな女の子たちが海外ではたくさんいるのじゃ。そういった映像は YouTube でたくさん見ることができる。彼女たちの悲痛な叫びを聞いてほしい。子宮頸がんワクチンを打ったばかりに人生を台無しにされてしまったのじゃ。そんなことをする必要が一体どこにある。子宮頸がんというのはそんなにポピュラーな病気ではないんだ。子宮頸がんで死ぬ日本人は毎年3500人ぐらいしかいない。これは10万人に 3.9 人。例えば同じがんでも大腸がんだったら10万人あたり30人以上と全然多いぞ。それに比べたら子宮頸がんなんて すごく少ない病気なんじゃ。そのためになんでそんな少女たちを多大な危険にさらして、そんなワクチンを打つ必要がどこにあるというんじゃ。そうだ、何のためだこれは。そうだ、多国籍企業を儲けさせるためだけじゃないのか。そうだ、そうだ、幼い少女たちをもう一生後遺症を負うようなそんな危険にさらし、しかも不妊になるという危険性さえ指摘されているんだぞ。そんな危険にさらしてまで効果のないワクチンを打つ、多国籍企業を儲けさせるためだけに、そんなことを、そんな法律を可決しようという国会議員はそれこそ恥を知れ。わしは怒っとるんだ。わしは絶対許さん、こんな法律を。多国籍企業から金をむしり取り、庶民を搾取する、これは典型的な TPP の構造と全く同じだぞ。 TPP に反対する諸君は絶対この法律にも反対してほしい。そうだ、私はだな、そのための陳情書を用意した。諸君誰でも分かる TPP で検索してほしい。そこに子宮頸がんワクチン定期予防接種に反対しようという項目を設けておいた。でそこをクリックしてほしい。そして厚生労働委員会に所属するいろんな国会議員にファックスをガンガン送りつけてほしいんだ。そしてなんとかこの法律を絶対としよう。しかもアメリカのいくつかの州ではこの子宮頸がんワクチンの接種が義務化されておるぞ。義務化だぞ。 TPP のその原則は非関税商品の撤廃だ。日本でワクチンが売れないのは義務化しないからだ。義務化しよう。日本もこんなことをいつアメリカが言ってこないとも限らないぞ。そうだ、そうだ、こんなことになったら冗談じゃない。オスプレイでさえ買わされるのに絶対そうなるよね。そうだ、そうだ、少女たちを犠牲にするな。そうだ、少女たちを守れ。本当に熱い思いの困ったお話でした。あの製薬会社は今日の話だけでもなくて、あの TPP にあのまさに入ってしまうと、その知的所有権ということで、大企業 薬を作る製造プロセス自体に、知的所有権というものがかかりますから、どうなるかというと、安いジェネリック薬というのが今ありますよね。みんなやっぱ日本でももう薬高くて買えないっていう人は、あの病院行かないとか、あの行ってもあのジェネリック薬の方を私たち普段選択したりしますけども、でそういうジェネリック薬自体が非常に作りにくくなる。あるいは途上国では、まあ、エイズの問題が深刻で、本当に多くの人が、ジェネリック薬のおかげで、
1日何ヶ月っていうふうに命を救われているんですが、それ自体が脅かされる。ですからそういう意味でマレーシアなんかはTPP 交渉の中でこの知的所有権の問題をめぐってはアメリカと真っ向から対立をして、要するに、企業のその利潤と利潤対、公共の医薬品へのアクセスという問題として戦っていますので、今日の話もまさにそういうところとも関係あると思っています。はい、それではですね、一分スピーチをもう最後の頃なので何人かいただきたいですが、どうですか、いないですか。はいはい、今声は、どうぞどうぞ。あ、はい、お願いします。じゃあ、あとはいって言った方いますよね。はいはい、一分スピーチいきたいと思いますね。もう左翼も右翼も関係ないですよね、ここに来たら。日の丸持った人たちも、憲法改正っていう人たちも、原発反対っていう人たちも思いは一つなんですよ。日本は自立していかなければいけない、アメリカの下にいちゃいけない、そういうふうに思ってるのは一緒なんですよ。平和にありたいと思っています。で、その平和を壊していってアメリカの植民地に行こうというのが TPP でありますから、そんなものに入っていっちゃ絶対いけないと思います。で、今正義的関税撤廃とか自民党言ってますけれども、自民党は当初言い出したのは自動車の、数値目的に反対、国民健康保険を守る、食の安全を守る、それとあと、ISD 条項、そして政府調達、これらの6つの項目ありました。今なんかそれがマスコミで言われなくなってきています。で、我々はやっぱり自民党の人たちにも頼るしかないんじゃないかなと、これに関して思い始めました。民主党で頼れます？みんなのと維新の会全然ダメじゃないですか。やっぱり僕ら近くの自民党の方々にやっぱり自民党頼りにしてますからお願いしますと TPP に関しては言っていければと思います。そんな風にこれからも続けていければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。他の方どうでしょうか。いらっしゃらない。はいはい、どうぞ。あ、テストか。20分。どうぞどうぞ。短めに。まあでも、今自民党さんに頼るしかないんじゃないかという。すいません、さん付けで呼びたくなかったんですけどね。自由でも民主でもねえんだったら名前変えろって言いたいくらいなんですけどね。だけどまあ、私最近気になってる動きあります。ラジオの番組やなんかでね、本当に農家の方をね結構攻撃してるんですよ。例えば日本だけですよ、苗で田植えするような農業は国際化してちゃんと種をばらまくような感じにしなきゃいけないですよ、だから TPP ですとか言って、それをしきりと農業と結びつけるようなラジオ番組やなんかを最近職場ですごく耳にするんですよ。で、ここで私言いたいんですよ。私はもともと反原発の立場からと言ってますけど、本当に思った、例えば私反新自由主義、反グローバリズムの立場から反 TPP なんですよ。もともとはそうなんですよ。で、私は遡れば小泉純一郎の民営化自由化叫んでた頃から私は反対なんですよ。で、この動きを私気になってるんですよ。あの時みたいに郵政民営化の時みたいにね、敵、これが敵で我々は戦ってるから我々がかっこいいんだって流れに持ってかれちゃったら、また我々同じ失敗を繰り返してしまうんですよ。あの時やり玉に挙げられたのは特定郵便局長っていう非常に狭い範囲の人たちをやり玉に犠牲にすることでね、アメリカに大麻貢ぐシステムを作り上げやがったんですよ。今回はどうですか、農家の皆さんを犠牲に出した上でみんなのやり玉にして生贄の羊にしてまた同じことをやられたら元の木阿弥ですから。だからそこのところは本当にここでやってるのも結構なんですよ。だけど本当に世間にそこのところは農業の問題だけじゃないんだっていうことを、一つ一つの生活に関わってる問題なんだっていうことを力強く訴えていかなければいけないと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一人ぐらいどうでしょうか。
ゃあないかな。岩川と言います、某専門職やってます。私が TPP、あ、ノグリップも早速。遺伝子組み換えですよね。今は全部表示ありますよね。それがモンサントのバカタレだよね。邪悪性とか抑えて、それ撤廃しろとか言ってる。これだけでも TPP に反対するのは十分な理由だと思います。これ一つとっても。身の回りができるじゃないですか、これ。普段の買い物から。そこから始めていってね、どんどん広げていきましょうよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。他にどうでしょうか、いらっしゃらないですか。ではですね、もう最後の方なのでコールをまたやりたいと思いますが、さっき議員会館に向かって言ってくださった方のお名前をこっそり聞いたんですけど丸尾さん、コールもできると伺ったのでいいでしょうか。ちょっと喉枯れ気味なんで、喉枯れ気味なんで水が出てきます。TPP はいらない、雇用を守れ。Oh!
ました。皆さん豚汁も召し上がったでしょうか。豚汁美味しかったですか。生姜超美味しい。はい。豚汁マンもっと言うとさらにいいものが次回出てくるかもしれない。豚汁マン、豚汁マン美味しかったって。ね、皆さん美味しかったですよね。あんま食べてない。あの前半の方ちょっと味噌が薄くてごめんなさい。第2弾で その辺から加わった方ではちゃんと味がしたと思うんですけど、味の方の撮影の方は味噌が薄かったんですみませんでした。ごめんなさい。ちゃんと今度味見してからします。はい、はい、意外とキメ細かい対応を配慮して出しているということを皆さんご了解いただきたい。はい、じゃあ最後実行委員の原口さんからお願いします。どうも寒い中大変ご苦労様でした。そしてありがとうございました。1月8日に続いての行動ですけれども、実はっていうほどのことじゃないんですけど、総選挙後の国会の開会中に開かれたの第1回目ということで、本当に今日の行動は意義深いものもあったというふうに思います。この行動にですね、本当寒い中、今晩雪が降るんじゃないかという中ですね、トンチルマンの登場はありましたが、この寒い中ですね、今日は200名以上の方が参加いただきました。本当にありがとうございます。最後に私の方からですね、最近ちょっと怪しげな動きがあることについて注意を喚起しておきたいと思います。皆さん20日過ぎにですね、日米首脳会議が行われるということは大体伝えられる通りですけれども、中にはですね、その時にはもう安倍さんは言わないだろうというような話がもっぱらに流れていますけれども、そう簡単にですね安心しちゃいけないという動きを最近やっぱり気になっていることがあります。実は3日ほど前の NHK の朝のニュースの時に、日米首脳会談の日程をですね報道する時に、この時に TPP 参加を言うかどうかが焦点だみたいなことを NHK は焚き付けてるわけですよね。ですからまだ終わったわけではないということをみんなで確認したいと思うんですが、これと符号を合わせるように冒頭ですね、いらっしゃった方は聞いていますけども、自民党の中に、TPP 参加即時撤回を求める会っていうのが、200人を超えて自民党の議員の中では過半数を、優に超えたっていう、こういう動きがあることは、我々の運動にとっては非常に頼もしい側面ではあるんですけど、実は、一方自民党の議員団の中にTPP 推進を、TPP 参加を推進するっていう議員連盟ができまして、来週ですね、その活動を開始するそうです。ですから、こういう動きも実はあるということに、やっぱり皆さんも注視しながら、その議員のですね、動きを監視していくと、皆さんと一緒にやりたいと思います。今、司会やってる石田さんと一緒にですね、この外でのいろんな活動と、国会の中で、どうやって連携進めていくかということを今模索を新しい議員の構成の中で始めています。で、いろんな議員に今会っていますけれども、その中でもですねちょっと気になる動きがやっぱりあるんですね。っていうのは、その自民党の公約の中に聖域なき関税化である以上参加に反対しますと。じゃあ聖域なしっていうか、要するに例外を作ればいいのかと、例外を作ったら参加したらいいのか、こういう動きがまた一方であるわけですよね。でところが、その自民党の議員の中で本当に反対している議員さんには、自民党の公約っていうのは聖域なき関税撤廃だったら反対だけではないんだと、他の5項目あるんですよね。ですからこれは今言った聖域云々ってやつは6項目の条件のうちの1つに過ぎないんです。他の5つのことがあるんです。例えば ASD 条項には反対しますだとか、それから食の安全安心は守りますだとか、国民皆保険は守りますだとか、こういう項目もあるんです。ところがこういう項目があたかも議論されないで例外が設けられたら入ってもいいのではないかみたいなことがに利用されてるんですよね。なのでこういうことにも我々はですね注意を払って運動を広める、本当に今何が議論されてるか、どういう動きがあるかということをですね本当に確かめながら
運動をの職場や地域で、そして皆さんあの発言の中にもありましたけど、街角でいろんな人に話しかけることも含めてですね、運動を進めていきたいなということをお願いしたいと思います。この、艦隊マンアクションは、また来月、2月が28日ですから、ちょうどまた同じ日程ですね、4週間後3月5日に、3月の行動をしたいと思います。で国会もですねどんどん進んでくる中で、また日米首脳会談が多分終わってるでしょう。そういう中でまたどういう局面になってるか分かりませんけれども、その運動の大義は我々の側にあるんだと、の日本の未来のためにあの本当に素晴らしい活動をしているのは我々の側にあるんだということに確信を持ってですね、本当に運動をさらに一回りも二回りも広げて、また、来月ここにあの集まるということをお願いしたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。一個だけインフォメーションですが、インフォメーションというか、ずっと官邸前でやってきまして、実行委員の中ではやっぱり財界にも一言言いたいという声が最初からあの相談をしてて、まだ日付は決まってないんですが、できれば、まあ2月中はちょっと厳しいかもしれませんが、3月とか、そのぐらいの範囲で、官邸前からですね、別の日付で経団連前で、直接ですね、TPP 入れと言っている人たちに文句を言いに行こうと思っています。はい、皆さん来てくれますか？ぜひ。はい、いや、日程決まってないのでまたウェブとかで告知しますが、ぜひやりたいと思ってますし、決算なんかからご提案もいただいてて、経産省のね、そこのテントでずっと、いる方々、それから脱原発のデモに来てる方々とも一緒にいろんな活動をつなげていきたいなっていうふうに思っていますので、よろしくお願いします。あ、こんにちは、こんばんは、トンジルマンです。トンジルマンは、今日でもう終わりです。お世話になりました。もうトンジルマンは、しばらく来ないと思います。その代わりに、来月まだ日程が決まってないということなんですけれども、3月5日、ここは決まっているということなので、3月5日には、バトンタッチをいたしまして、3月ということなので、おはぎマン、おはぎ、わかりますね、あんこときな粉とごま、3種類をおはぎマンが持ってくるということですので、ぜひですね、小さいお子様を連れてですね、おはぎを食べに来るように、友達も誘って来てください。足りるようにします。大体数が分かりましたので、経験を積んできましたので、はい、次増えるかもしれないでしょ。いっぱい増えるだけ子供の分いいでしょう。分かりました、受け入れます。3万個くらい作ってきます。その代わり3万人集めてきてくださいね。一言言っとくと、誰も手伝ってないんですよ。一人でこの給食部っていうんですか、なんか食材部っていうんですか、なんか炊き出し部っていうんですか、やってるので、ちょっと今の話どんどんおはぎとか複雑になってくるんで、みんな手伝わなきゃいけないって今すごい焦ってます。もしお手伝いしてもいいよっていう方は、後でトンジルマンのとこに行って一緒にやりますって言っていただけますか。お願いします。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。あれ、帰るの向こうの方が帰ってね。